日本は四方を広大な領海、そしてその外側の接続水域で囲まれているよね。それらの海の防衛を海上自衛隊が一手に担っているんだよね。ほんと、頭が上がらないよ。近年ではロシアを抜いて最大の仮想敵国となった中国海軍と対峙する戦力を整備しているようだな。そうだね。さて今回は、海上自衛隊が目標としていた、22隻の潜水艦隊に到達したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。この2022年には全く新しい艦級である最上型護衛艦の2番艦熊野が3月、1番艦最上が4月に就役を果たしていて、さらに3番艦の城もこれに続く予定であり、艦艇自体の近代化も進められているみたいだよ。また昨今は2020年に配備の停止が決まった陸上配備型のイージスアショアの代わりに、排水量2万トン超級のイージスシステム搭載艦を2隻建造する計画も報じられるなど、装備の多様化も感じられるな。対する中国海軍は2022年6月に通算では3隻目、国産としては2隻目の航空母艦、福建を上海にて進水させるなど、大型艦艇の増強に余念がないが、こうした戦力を誇示して西太平洋までの戦力投射を狙っているんだって。相変わらず中国は着々と力をつけているよね。海上自衛隊としてはこうした中国側の動きに正対する戦力で対峙する構想はなく、出雲型護衛艦の2隻を F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする航空母艦化改修を進めてはいるが、主力はやはり潜水艦隊となっているみたい。そうした潜水艦の中でも最新鋭のものが太平型であり、全級の総流型の最終型の2隻と同様に、リチウムイオン蓄電池を搭載する通常動力型で、1番艦の太平は2022年3月に就役を果たしているぜ。この太平が就役を果たしたことによって、海上自衛隊が当面の目標としていた、22隻による潜水艦隊の体制がひとまず整った状態にあり、内訳は親潮型9隻、総流型12隻、太平型1隻となっているよ。太平型は海上自衛隊の最新鋭潜水艦であることもあって、その使用数値が伏せられている部分も多く、基準排水量が3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルなどのわずかな情報しか開示されてはいないらしい。新しい潜水艦で少ない情報だけなんだね。似たような潜水艦はあるのかな？ちなみに全級である総流型の最終型は、基準排水量2950トン、水中排水量4200トンであり、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルという数値は太平型と同様であるため、ほぼ同様な規模感と見て間違いないだろうな。ただし大きさ的には近似値に感じられる総流型と太平型ではあるが、前者は1番艦から10番艦までの10隻は鉛製の蓄電池、そしてスターリング機関を搭載し、これにより非対機依存推進を実現した形式であったんだって。この構成は通常動力型潜水艦の最新のトレンドとも言えた非対機依存推進を取り入れた艦として、当時は先進の方式と見られてはいたが、後に11番艦以降に、リチウムイオン蓄電池の搭載が実現すると廃止されることになったらしいよ。これは総流型の前期型の場合、機関としてディーゼル、スターリング、そして鉛製の蓄電池によるモーター稼働が可能だったわけだが、大きく重いスターリング機関は効率面から考えれば決して最良の選択とは言えなかったのだろうな。鉛製の蓄電池に代わってリチウムイオン蓄電池の搭載が可能となった総流型の11番艦以降、モデルの途中でスターリング機関が廃止されたことを考えれば、それでもなお利点の方が上回ったであろうことは想像に難くないよね。リチウムイオン蓄電池が従来の鉛製の蓄電池に比べて、容量が大きく充電時間や反復使用、持続時間に至るまで優れていることは明らかだったが、軍事用に供するには発火しやすいという大きすぎる問題が横たわっていたらしい。総流型の後期型から搭載されたリチウムイオン蓄電池は日本の GSU 朝社製であり、その発火しやすいという特性を技術力で克服し、また艦隊にも三菱重工業者を中心としてそれに対応可能な耐火設計が施されているんだよ。こうして世界初のリチウムイオン蓄電池を搭載した実用的な潜水艦となった総流型の後期型の成功を受け、太平型でもその方式は踏襲されており、なおかつ当初の設計時からそれを織り込んだ艦艇となったんだって。太平型が当初からリチウムイオン蓄電池を搭載することでその能力を活用した装備としては、新規に開発されたシュノーケル発電装置があり、
通常動力潜水艦で避けられない給排気効率の向上とシュノーケル自体の秘匿性も高められているぜ。また、太平型には光ファイバーによる新型のソナーシステムを実装しており、従来型の潜水艦よりも水中での索敵探知能力を向上させており、元より定評のある潜水艦本体の静粛性と合わせて優位性を発揮することが期待されるらしいな。防御面においても太平型は、双流型の中期以降から装備されていた魚雷防御装置の搭載を継続しており、敵の魚雷攻撃を探知した際にはデコイや音声を発する部位を巻いてその攻撃を回避する仕組みを備えているんだよ。太平型は私兵装として従来の潜水艦と同様に、艦首部分に片側3門ずつの計6門の 533mm 魚雷発射を装備しており、ここから搭載する8級式魚雷及び最新型の1八式魚雷等の超魚雷を発射することが可能となっているみたいだよ。1八式魚雷は現行の8級式魚雷の後継として2012年度から開発が始められた超魚雷であり、敵のデコイ等への対処能力の向上を図ると同時に水深の浅い海域での使用にも対応し、かつ優先誘導機能も備え水上戦闘艦潜水艦の両方を攻撃できるんだって。水深の浅い地域でも使用できてさらに水上戦闘艦と潜水艦の両方を攻撃できるのはすごいね。この1八式魚雷の水深の浅い海域への対応という性能からは、中国海軍との対潜水艦戦闘を念頭に置いており、東シナ海や中国の沿岸部といった海域での使用を前提にしていることが伺えるものと見てよいだろうな。また、太平の型の 533mm 魚雷発射からはこうした超魚雷以外にも、アメリカ製の対艦ミサイルである UGM-84L ハープーンブロック2の運用を行うことも可能であり、およそ 250km 弱の射程距離を持つとされているぜ。UGM-84L ハープーンブロック2は対艦攻撃用のミサイルでありつつ、接近して使用する場合には限定的とはいえ対地攻撃も可能とされており、未だ数が少ない自衛隊の対地攻撃兵器の一つとしてその汎用性が注目されているらしいよ。これまでは海上自衛隊の潜水艦として太平型の概要を述べてきたが、逆に敵の潜水艦を探知して攻撃するための、新型の対潜哨戒用途の回転翼機 SH-60L も配備に向けた準備が進められている状況にあるみたいだな。SH-60L は現行の SH-60K に改良を抵抗した機体であり、これまでと同様に三菱重工業者によって開発中で、2021年5月に初飛行を終え、2021年9月にはテスト用の機体2機がすでに防衛装備庁に向けて納入が行われているんだって。この SH-60L の開発の目的は日本の周辺海域において活動する、主として中国海軍の潜水艦の静粛性の向上に対抗するためであり、それらに対処するべく、マルチスタティックソナーの実装で探知能力を高めているらしいぜ。また SH-60L では機関部の改善も行われていて、これはソマリア沖への海賊の取り締まりに派遣された際、従来機ではこうした気温の高い地域で出力不足に陥った経験から、その改善要望が反映されたものと言われているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録よろしくね。